松本さん、今これ何やってるんですか？これ今のハイエーススタイルさんに新しい商品撮影してもらってて、次のハイエーススタイルさんで紹介されるんで、それまで何撮ってもらってるかは秘密で。あ、ほな雑誌とかに雑誌買ってもらったらちゃんと詳しく載ってあるんで、ちょっと今はもう捨てておきます、ね、あ、そういうことですね。そうです。まあ、最近あれですもんね、新商品よう出てますもんね。そうで、それでちょっと紹介はしてもらうようにはしてるんで。あ、ほんのその時に値段とか詳しい詳細が、そうですね、出してもらえるし、うちのホームページももちろん紹介するし、どちらも見てもらったら、ハイエースタイルさんやったら他のパーツもね、いっぱいあるし、見てあげてもらったらと思います。あ、そういうことですね、はい、今回は黄色のデモカーで。そうですね、黄色のデモカー、ハンドル変えてあるんで、あ、ちょっとヒントですね、これハンドル。あ、ヒントがハンドル。そうですね、ハンドルですね。他は何かないですか？ハンドルと、あと後ろ、リアゲート開けた時の、もうこの間多分チラッと YouTube でもやってたと思うんですけど、それの2点ですねが出るかもということで、はい、はい、お楽しみに。松本さん、ちょっともう一個聞いていいですか？はい。これフロントなんか8枚変わってますね。そうです、今まであの英語やったんですけど、ちょっとカタカナにしてみました。どうかなと思って。これは誰のチョイスですか？まっちゃんチョイスです。あ、さすがっすね。はい。他なんか変えたパーツあります？他は変えてないっすね。変えてない。はい、ね、6万8万キロですね。これね、天井って大体何本ぐらいするんですか？こうやって張り替えとか、ピラー張り替えるとかも、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、大体みんな20万ちょろちょろぐらい。あ、20万ちょっとぐらい、はい。これシートベルトも全然変えれることは可能なんですか？そうですね、これシートベルトは巻き替え可能です。一応1本2万円からです。ほんなら、合計4本、5本、5本なんで、この車は10万。あ、10万かかるってことですね。あ、まあ、お客さんは前だけ、まあ、2本だけとかでも全然いけるし。あ、前だけ気になる人は、まあ、前だけしてもらって、まあ、色あることで多分あのシートベルトしてくれると思うんで、みんな。ああ、そういうことですね。そう、ちょっと見せたいと思うから。ああ、変えてるよっていうのは。そういうことですね。まあ、さっき紹介してもらった部品とか気になる方、ぜひお電話でお問い合わせください。お待ちしてます。はい、ありがとうございます。